さあ隊列を整えてきましたレディースクラス、フロントローから斉藤歩美、青木美希を先頭にスタートが切られていくか。さあ最終コーナー下り降りてくる、白線コリドーラインに収まってブラックアウト、スタートは切られていった。さあ1コーナーホールショットは歩美だ。まずは斉藤歩美がホールショットを取っていく、そして青木美希の横に並びかけていこうという阿部凛ですが、ここはポジションキープとなります。さあ女性による熱い戦い、女たちの戦いが繰り広げられていきます。まずはスタートを切っていった斉藤歩美、その斉藤の動きをしっかりと見つめるように後ろに張り付きました青木美希。手が届きそうですり抜けてしまったこの全国大会のタイトル、ちょっと青木美希がウォーターパッチに捕まってバランスを崩しかけました。11コーナー立ち上がり、さあしかしここは青木も冷静にコントロールをしています。さあこの辺りは青木も冷静にスタートを切っていったようにも見えます。さあ息詰まるこのまずは序盤ですが、斉藤歩美が逃げていこうという中、2番手青木、3番手の阿部も、4番手森岡とまだここは動きを見ているのか、上位陣はそれぞれの等間隔スペースを空けながら何やら不気味にレースがスタートしているようにも感じます。さあそんな中で前年8番の相葉瑞希が1つポジションを上げてきたか、岡田をかわして7番手、レースはこれで3周目、近づいているのは森岡の後ろ、向田美咲が近づいてきたか、4番手争い。さあ5コーナーで愛子か、5コーナーでは、いやこれは絶点3番の鈴木真由由ですね、鈴木が5コーナーで、ストップリスタート。さあこれで愛子は谷沢をかわしています。愛子は谷沢をかわしていました。先ほどまでは近づいていた4番手争い、森岡の後ろ向田ですが、コントロールライン戻ってくると少しその距離が広がってきています。今7秒ほどといったところでしょうか。一方3番手の阿部凛が前、青木美希のペースを上回ってここは2番手争い近づいてきています。斉藤歩美がファーストトラップ9秒403をマーク、そこからコンマ2秒遅れで青木美希が自己ベスト、さらに青木美希からはコンマ1秒速いペースで阿部凛。さあとなるとこのトップ3が近づいていく中、トップ歩美が逃げていくというような感じになるんでしょうか。レースは現在4周目から折り返していきます。さあしかしここは4周目折り返しへと入っていく、4周目、変わって今度は青木美希の番です。今度は青木美希が一気にペースを上げまして59秒24に、逆に歩美に対してコンマ2秒ほど上回ってきまして、ファーストスト更新です。さあ少し広がりていこうかと心配されたトップと2番手とのギャップですが、再びここが埋まってきます。コンマ5秒ほどという距離、さらに阿部凛との距離もコンマ7秒ほど。さあこれはトップ3がまだそれぞれ間隔を空けている状態。
さらに再び森岡泉の後ろに向田美咲が近づいてきました。さらに相葉瑞希、斉藤うらら、岡田愛理といったあたり3台もパックになっています。金本綺麗を挟んで愛子対谷沢忍。さあレディースクラスはトップ3はまだまだ間隔等間隔に広げながら、レースは残り3周表示で4番手争い。先ほどは近づいていった向田が再び泉に引き離されましたが、今度はさあ狙っていくか。さあ向田がチャンスを狙っています。森岡泉の背中に近づいてきました。4番手争い、ここはバトルをしている森岡、向田、この2台は少し先頭集団からはラップタイムが落ちまして、前3台との距離が広がっていく。そして後ろの相葉瑞希が森岡、向田のラップタイムは上回っています。この後トップ斉藤愛美が戻ってくればファイナルラップ。さあバックストレート、ここで泉のインサイド、向田が飛び込んでいった11コーナー、ここで森岡をかわしていくか。いやしかしここは森岡も最終セクションに向かってラインをクロスさせていく。さあここは加速重視で森岡も狭いところ飛び込んでいった。ホームストレート並びかけながらのファイナルラップ、4番手争いが横並び状態でファイナルラップへと入っていった。向田が前だ、向田が前、2コーナーでは向田が前にいる。前3台は変わらず斉藤愛美、青木美希、そして阿部凛のこの3台。4番手争いは美咲が前にいます。美咲の後ろ森岡泉、さらにはゼッケン8番の相葉瑞希と斉藤うららも近づいてきたか。明日のファイナルに向けてまずはこの予選ポールトゥーフィニッシュを飾りました。斉藤愛美が最終コーナーから姿を現していきます。さあ後ろ青木美希との距離をしっかりとコントロールしながらトップチェッカーを迎えていきます。2番手青木、3番手には阿部凛、4番手争いは向田美咲が合わせまして4番手のチェッカーになります。5番手森岡泉、6番手で相葉瑞希、7番手斉藤うらら、8番手に岡田愛理、9番手チェッカーは金本、愛子谷沢、そして鈴木真由と12台全車チェッカーを迎えていきます。レディースクラス予選が終了です。